黒い画集熱い空気、熱い空気は、松本清張の小説。週刊文春1963年4月22日号から1963年7月8日号まで、別冊黒い画集第2話として連載され、1963年9月に、短編集、自己別冊黒い画集1収録の一作として、文芸春秋心者より刊行された。二千十八年現在、 4回テレビドラマ化されている。東京、渋谷の共栄家政府会に所属する家政府、河野信子は他人の家庭を次々と見て回り、その家の不幸を発見するのを楽しみとしていた。外見から見てこの上ない幸せな家庭だと思っても、必ず不幸は存在している。信子は青山に住む大学教授、稲村達也の家に派遣されたが、 定裁屋で二重性格の妻、春子、出来損ない揃いの三人の子供をはじめとして、その内実、家族がバラバラであることを見抜く。表面上の優しさと、裏腹に影で信子を罵倒する春子や、面と向かって、信子の要望を長老する子供を前にして、信子は稲村家を出る前に、何らかの形で仕返しをしなければならないという、決心になった。 アメリカ製のマッチで新聞を燃やし教じる末っ子を目に、下、信子の頭に、ある考えがひらめいた。信子の行動とともに、稲村家の騒動が始まり、堅固な大学教授の家庭が揺れる。関西テレビが制作し、フジテレビ系の松本成長シリーズで1966年3月8日に放送された。松本成長、女シリーズ熱い空気は、TBS 系の 東芝日曜劇場で1979年2月4日に放送された。松本清張の熱い空気化政府は見た。夫婦の秘密、今げは、テレビ朝日系の2時間ドラマ、土曜ワイド劇場で1983年7月2日に放送された。視聴率は27.7%。本ドラマが好評を博した結果、設定とサブタイトルを引き継ぐ形で、ドラマシリーズ。 家政婦は見た。が制作されていくことになった。2009年に DVD 化されている。キャストスタッフ、松本成長没後20年ドラマスペシャル熱い空気は、テレビ朝日系で2012年12月22日の土曜日21時23時11分に放送された。視聴率は18.6%。テレビ朝日開局55周年記念番組第一弾。 松本清張没後20年2週連続ドラマスペシャルの第2夜として放送された。当初、同年12月16日の日曜日21時より放送予定であったが、同年11月16日に衆議院が解散したことに伴う第46回衆議院議員総選挙の投開票日の当日となり、当該時間帯に選挙ステーション2012を放送することに伴う、 放送日時変更の措置が取られた。監督は長らく主演のヨネクラとタッグを組んで映画やドラマを作っている松田周知が起用されている。信子と稲村家の結末は原作と異なる本、ドラマオリジナルの展開となっている。2014年3月2日に本ドラマの設定を引き継ぐ形でドラマスペシャル化政府は見たが放送された。キャストスタッフ。 ありがとうございます。